どうも、ランニング専門 TV 整体師裕次郎です。本日はですね、ランニング初心者おすすめの走り方というのをあなたにご紹介させていただこうと思います。で、今までランニングをしていなくて急にこうランニングを始めたランニング初心者の方で多い症状というのが、ふくらはぎがすぐ張ってしまったりとか、ももの前の筋肉がすぐ張ってしまったりとか、膝が痛くなってしまうという方が非常に多いです。で、ランニング初心者の方の走りで多い走り方というのが、骨盤があまり動いていなくて膝から下だけで体を前に進めているような走りをされている方が多いです。膝から下だけで体を前に進めるような走りをしてしまうと、体を前に進めるときにふくらはぎの筋肉で体を前に進めやすくなってしまいます。さらに骨盤がうまく使えていないことで体の上下動が大きくなりやすいので、体を支えたときにももの前の筋肉で体を支えやすくなってしまいます。で、結果的にふくらはぎや太ももがすぐ張ってしまって、この筋肉硬くなると膝に非常に負担がかかりやすくなってしまうので、最終的には膝がすぐ痛くなってしまうっていうことが起きてしまうんですね。で、僕が今日ランニング初心者の方にお勧めしたい走り方というのは、ぜひこの骨盤ですね、骨盤をしっかり動かすことを意識したランニングっていうのを覚えていただきたいと思います。で、しっかり骨盤が動くことによって股関節ですねが非常に使いやすくなります。で、股関節が使いやすくなることによって、足を前に振り出すときにしっかり腸腰筋といわれる体の中心部の筋肉が使いやすくなります。で、体を前に進めていくときにはお尻の筋肉だったり、ももの後ろの筋肉が非常に使われやすくなります。つまりですね、骨盤が動くことによって体の中心部のコアの筋肉が働きやすくなるんですね。ただ、初心者の方に急に骨盤を動かした走りをしてと言っても、なかなか骨盤が動く感覚が難しいと思いますので、今日はランニングに必要な骨盤を動かすエクササイズをまず覚えていただきます。あとはですね、膝から下しか動いていない走りと骨盤をしっかり動かした走りを動画で撮ってますので、それもぜひ見比べていただければと思います。それではどうぞ。はい、それではランニングに必要な骨盤の動きを作るエクササイズを行っていきます。まずは足を肩幅に開いていただいて、ランニングの時に骨盤の動きは回転するように動いていきます。ですので、まずは片方の腰を前に出します。次に反対の腰を前に出します。で、これを交互に繰り返し行っていきます。この時気をつけていただきたいのが、腰を動かしている時に顔と胸が骨盤と一緒にこのように揺れないように気をつけてください。常に顔と胸は前を向いた状態で、骨盤だけで動くように行ってください。で、最初は大きくゆっくりやっていただくといいと思うんですが、徐々にこの動きに慣れてきたら動きをより小さく早く行っていきます。どん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 細かく早く行っていきます。このような形ですね。今すごい細かく早く動かしているんですが、これがランニングの時の骨盤の動きになります。これをなるべく脱力して行うことでできるようになっていきます。これができるようになったらですね、この骨盤の動きをしっかり覚えていただいた状態でランニングを行ってみてください。膝から下で体を推進させる走りでは、ふくらはぎに負担がかかりやすく、着地の時ももの前に負担がかかりやすいです。骨盤の動きを意識した走りでは、蹴り出し、振り出し、どちらも股関節を中心とした走りになります。はい、実際に膝下だけで体を推進させていく走りと骨盤の動きを意識した走りを見比べていただいたんですが、実際にやっていただくと分かると思うんですが、膝下だけで体を推進させていくような走りをしてしまうと、体を推進させていくときに股関節周り、お尻の筋肉ではなくてふくらはぎの筋肉で体を進めている感覚があると思います。さらに骨盤が動いていないので、体の上下動も起きやすくて、足が着地した時に股関節の方に荷重がかかる感覚も少ないと思います。一方で骨盤の動きをしっかり意識した走りをすると、地面を押す時に
股関節周り、お尻の筋肉をしっかり使って押せている感覚もあると思いますし、体の上下動も少ないと思いますし、骨盤の動きにリンクして足が自然と振り出せている感覚も得られていると思います。ですので、ぜひランニング初心者の方は走るときに骨盤の動きを意識した走りをしていただくと、股関節周りの筋肉が使いやすくなりますので、ぜひ試していただければと思います。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったら、いいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。